この動画では学科教習についてお伝えします。学科教習とは座学の授業のことです。時間割表の見方からお伝えします。学科教習は毎時間10分から0分までの50分間です。1段階が1番から10番、2段階が11番から26番です。何番からでもお受けいただいて大丈夫です。例えば初日に8、9、10番、2日目に2、3、4番、3日目に5、6、7番を受けていただくと3日間で1段階の学科教習を終えることも可能です。学科教習の受け方についてお伝えします。まずお持ち物は学科教本、筆記用具、ID カードです。学科教習は予約制ではありません。時間割表をご確認いただき、都合の良いところでご受講いただきます。まず教習原簿をお受け取りください。教習原簿とは教習過程を記録する公的資料です。教習所保管となりますので持ち帰らないようにしてください。教習原簿ラック前にスタッフが毎時間50分から10分までの間立ちます。 ID カードをかざすと出てきた教習原簿を確認した後、スタッフが手渡しいたします。教習開始の3分前までに教習原簿を持って3階第一教室でお待ちください。時間になりましたらインストラクターが教習原簿を回収いたします。また教習開始時間に教室にいなかった場合、その時間の教習は受けられませんのでお気をつけください。また2段階でご受講いただく応急救護は受け方が変わります。55分までにご来所いただき、技能と同じように乗車券を取り、教習原簿を受け取って3階の応急救護室へお入りください。続いて連続して教習を受ける場合についてお伝えします。技能教習の後に学科教習を受ける場合は、インストラクターが次の教習があるかを確認してくれますので、学科があると答えていただければ教習原簿は返されますので、そのまま学科教室へお入りください。学科教習の後に技能教習を受ける場合は、学科教室前方にある黄色の技能カードを教習原簿に挟んでください。こちらが挟まっていれば55分までの乗車手続きを代わりにいたします。学科が終わりましたら1階の総合受付にお越しください。一番右側に教習原簿と乗車券をご準備してお待ちしております。複数の学科教習を連続して受ける場合は、回収後教習原簿は次の学科が始まるまでに教室内の教習原簿置き場に戻しておきます。お取りいただき次の学科インストラクターにお渡しください。最後に効果測定についてご案内します。効果測定とは学科の知識習得状況を把握するための模擬テストです。何回でも無料で受けられますので、合格できるまで受けていただきます。学科試験を受けるお客様が対象です。効果測定も予約制ではないので、時間に合わせてご自身の受けたい日にご受講ください。また学科教習を受けた後の方が点数は取りやすいですが、学科教習が受け終わっていなくても効果測定はご受講いただけます。1段階は50点満点中45点以上で合格、2段階は100点満点中90点以上で合格です。学科試験が不合格になってしまうと再試験料1700円かかってしまいますので、効果測定は繰り返し受けていただき1回での合格を目指しましょう。
受け方は学科教習とほぼ同じです。教習原簿を受け取り、2階の第2教室へお入りください。以上で学科教習効果測定についてのご案内を終わります。わからないことがありましたら、お気軽に受付スタッフへご相談ください。ありがとうございました。